皆さんこんにちは私のチャンネルへようこそモデルプレスイコール2024年9月4日7人組ダンスボーカルグループ b f i r s t b f i r s t のマナトマナトが3日放送の NHKFM のラジオ番組「ミュージックライン毎週月金曜夜9時45分に出演歌手で音楽プロデューサーのスカイハイやメンバーについて語る場面があった 写真 B ・ファースト・マナトがお父さんでもあり仲間でもあると話した人物マナト8人目の B ・ファースト・スカイハイとの関係性明かすこの日は B ・ファーストの楽曲「ブリスフル」についてトークを展開この楽曲はレオレオとマナトが作曲しスカイハイが作詞を務めたマナトはこの楽曲のミュージックビデオについて「 仲間内でプライベートの延長戦を楽しんでる姿とかを、何のフィルターもかけずにただリリックに当て込んだと普段の仲の良さを表していると話し、いつものオフの B、ファーストはこうだよという歌詞でもあると告白。マナトはそれって、日高さん、スカイハイが僕たちと同じ距離感でしか見れない目線だからこそかけるものと B、ファーストのプロデューサーのスカイハイでないと書けない歌詞だと説明した。マナトは、 僕たちを一番近くで見てくれてる存在というスカイハイについて何な,なら8人目の B、ファーストとして一緒に楽しんでくれてるみたいな感覚ともお父さんみたいなところもあるし現役でプレイヤーをやられてるのでそこに対してのアーティストとしてアドバイスをくださる時もあるし仲間みたいな存在と語っていたマナとメンバーの仲の良さ語るまた メンバーの個性は「バラバラですね」と7人それぞれが1人が持ってないものを6人が持ってたりと異なる魅力があると明かしたマナと。音楽を通して出会ったこの7人だけど音楽なくてただの友達として会っていたとしても永遠の仲だったのかなとメンバーの中の良さから運命的な出会いだと感じているのだという。仲違いやぶつかり合いがなく「友達って何でも言えるじゃないですか」。 嫌なところとかちょっと気に触ったところとか言えるみたいな延長線で僕たちは日々一緒に過ごしてると仲の良い友達のような関係性だからこそ音楽面でもこうしてみたら。の一言は全然躊躇なく言える逆に喧嘩がないと明かしていたどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう